ヨハネの福音書、十六章。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。実際、あなた方を殺す者が皆、自分は神に奉仕していると思う時が来ます。彼らがそういうことを行うのは、父も私も知らないからです。 これらのことをあなた方に話したのは、その時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。私は初めからこれらのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。しかし今、私は私を使わされた方のもとに行こうとしています。けれども、あなた方のうち誰も、 どこに行くのですかと尋ねません。むしろ、私がこれらのことを話したため、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。しかし、私は真実を言います。私が去って行くことは、あなた方の駅になるのです。去って行かなければ、あなた方のところに、助け主はおいでになりません。でも行けば、私はあなた方のところに、 助け主を使わします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、 この世を支配する者が裁かれたからです。あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐えられません。しかし、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、 これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。しばらくするとあなた方は もう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。そこで弟子たちのうちのある者たちは互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見る。また、私は父のもとに行くからだ、と言われるのはどういうことなのだろうか。こうして彼らは、 しばらくすると、と言われるのは何のことだろうか。何を話しておられるのか、私たちにはわからない、と言った。イエスは彼らが何かを尋ねたがっているのに気づいて、彼らに言われた。しばらくすると、あなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると、私を見ると、私が言ったことについて、 互いに論じ合っているのですかまことにまことに、あなた方に言います。あなた方は泣き、嘆き悲しむが、世は喜びます。あなた方は悲しみます。しかし、あなた方の悲しみは、喜びに変わります。女は、子を産むとき苦しみます。自分の時が来たからです。しかし、 幸運でしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのために、その激しい痛みをもう覚えていません。あなた方も今は悲しんでいます。しかし、私は再びあなた方に会います。そして、あなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。その日には、 あなた方は私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に言います。私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい。そうすれば受けます。あなた方の喜びが 満ちあふれるるようになるためです。私はこれらのことをあなた方に例えで話しました。もはや例えで話すのではなく、はっきりと父について伝える時が来ます。その日にはあなた方は私の名によって求めます。あなた方に代わって私が父に願うというのではありません。父ご自身が あなた方を愛しておられるのです。あなた方が私を愛し、私が神の元から出てきたことを信じたからです。私は父の元から出て世に来ましたが、再び世を去って父の元に行きます。弟子たちは言った。本当に今あなたははっきりとお話しくださり、何も例えでは語られません。 あなたがすべてをご存知であり、誰かがあなたにお尋ねする必要もないことが今わかりました。ですから私たちはあなたが神から来られたことを信じます。イエスは彼らに答えられた。あなた方は今信じているのですか見なさい、その時が来ます。いや、すでに来ています。あなた方は それぞれ散らされて自分のところに帰り、私を一人残します。しかし、父が私と共におられるので、私は一人ではありません。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を得るためです。世に会っては苦難があります。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。